千カ郎ンパ板の模型。フランスで建造されたソレーエロイヤルの選手郎側から見たもの千セ郎ビ板。千カ郎ンパ板。A. プープデッキとは、海軍の記事では、ン尾に設けられる構造物であり、船室の屋根がパ板として成形されたものである。この言葉の由来は、ンビを意味するフランス語、ラポペから来ており、これはまたラテン語のプピスでもある。 船尾楼甲板は技術的にはスタンデッキと呼ばれる。搬送船では通常船尾の屋根や交尾の船室をかさ上げしており、これは船尾楼船室として知られている。搬送船では操舵手が船尾に位置し、このかさ上げされた場所は航海と乗員及び方監視する両面において理想的だった。ファンテールと呼ばれる戦尾の張り出し部は船の再尾部のオーバーハングで、 戦備老甲板の船尾とメインデッキとを接合する。船尾に外輪を設けた外輪式蒸気船では、このファンテールは巨大な外輪のパドルを支持し、典型的な角度で上向けられており、外輪の軸をメインデッキより高く据えることができた。船尾式の外輪船少数の外輪式蒸気船では、船の最後部のファンテールにはモンキーラダーが取り付けられ、これは手だと同調して作動し、 左右方向の操打に寄与した。現代の動力化された艦艇における艦の機能では、千尾老甲板の持っていた機能は、艦中央の上部構造体へ移設されるか、または、空母の場合はアイランド型の環境が、右舷にも置けられた。開示用語において、ツービープープドとは、後方からの波が船尾を襲うことを意味する。ありがとうございます。